おはようございます。釣り子 TV です。2019シマノの目玉ね、アンタレスバンキッシュと出てきましたが、いよいよですね、カルカッタコンクエスト DC200、 これもですね、釣り具屋さんに並び出しました。そんでもって1個買ってきてしまいました。いやーね、ちょっとね、迷ったというかね、何か1個買いたいなって思ってたんだけども、スコーピオンも気になるしなとか、アンタレスも気になるしなってのもあったんですけども、今年はですね、釣り子 TV は高いお買い物ということで、カルカッタコンクエスト DC200 を選んでみましたよ。まずはこのね、高級感のあるパッケージね。まあね、このね、あ、買ったなーってね、久しぶりに新品で高いリール買っちまったなーなんていう所有欲を満たしてくれるね、そんな紙箱ではないでしょうか。じゃあね、早速開けていきたいと思います。ほっ、さあ、あ、保証書ね、しっかりついてますね。上州屋で買いましたよっていうことで、上州屋のハンコなんかが、刻印されておりますが、さあ、おまずはね、こんな感じで入っていて、で、ね、オイルが入ってますね。あ、これ、こういう感じのね、まあ、リール袋ですね、これ。結構ね、このリール袋にリール入れるってのはね、自分少ないんですけどもね、これね、ちょっとしたね、カメラ入れるのとかにすごいね、いいんですね、ホワホワで。うん、この高級ね、リールについてくるいい目のケースね。これね、なんだろう、カメラのレンズ入れたり、もしくはね、そのウェアブルカメラのこの本体を入れたりするのに、非常に重宝するので、はい。はい、で、本命のリールですね。さあ、はい、出てきました。これね、上がこうなんですよね。まあこれはね、あのフィッシングショーで撮ってきた動画とかね、いろいろね、各、メディアとかでも紹介されているかと思うんですけどもね、目を引くのがここのデザインと、あと横ですよね。19カルカッタはこんな感じのね、側面がだいぶイメージチェンジしましたよね。なんていうんですかね、こう機械感が増したというか、で、綺麗ですね、これ。うぅ、ねえ、じゃあクラッチちょっと切ってみますか。あー、いい音ね、かっちりしてますよ。ここベゼル音聞いてみますか。あ、いい音ですね。ね、で、これドラグの音ね。ずっといじってたくなるような、こんな感じの音ね。うおー、で、あ、で、これが DC ブレーキのね、設定ね。1から4までは普通ですけど、ここの W ね、ウィンドモードがプラスされたってことで、5段階。こうね、選ぶことができる。で、あと外見的に見て気になるところは、ここね、スプールが第2世代のね、マグナムライトスプールがね、こう積んであるわけですよね。19アンタレスはもう最新鋭のですね、マグナムライトスプール3になってるわけですが、この19カルカッタは第2世代のマグナムライトスプールが搭載されているということで。じゃあ裏側パ
ッと見てね、下手に肉抜きしていない、ね、合成重視の軽かっただからでしょうか。ね、ここら辺とかもっとほっそりしたり、ここなくしたりね、穴開けたりとか、いろいろその見た目に派手に軽く、することっていうのはできるかと思うんですけども、何にしてもがっつりしたね、かっちりした作りの軽かったですので、そのなんだろう、ほんと余分な肉抜きがされていないガシッとした印象ですね。まあ、それによって決してスーパーライトなっていう感じではないかと思うんですけどね、手に持ってもまあずしっときますが、これによってまあ巻物とかでね使うことが多くなると思いますからね、安定感が増すんじゃないかななんて思ってね、まあ軽いリール買おうと思ったらね、今ものすごい軽いリールとかはたくさんあるかと思いますので、これを選んだ理由ですけども、結構ね、打つ釣りとかね、ワームとかの釣りでは樹脂ボディのね快適なリールとか、使っておりますので、どちらかというともう糸巻き量ね、太い糸ががっしりと巻けて、そんでもってこの DC ブレーキでね、そういった大きな巻物ってね、得てして高級なルアーが多いですからね、もう7000円だとか、まあ下手したら1万円超えてくる、まあバラムであるとか、そういったのをまあ従来のリールでもね、もちろん投げて、で釣ったりはしていたんですけども、このねコンピューター制御でそういった重いものを、なんだろう、いざという時にね、ここぞっていう時にトラブルなくスーッと送り込めたらいいなーなんて思ってね、今回軽かったの大きめのね200番の DC を、買ってみました。これにねちょっと太めの糸であるとか、まあ太めの P ラインですかね、そういったのを入れて、これはなくしたくないなって、ルアーをより安定してね、バックラッシュ少なめに投げたいな、そんな願いを込めてね、今回は、軽カットを選んでみました。で、各部のね、いろんな機能とかですね、そういったのを改めて見ていきたいと思います。前回の、軽カッタ DC が出たのが、09年っていうことですから、今年ね、2019年だから、およそ10年ぶりの、進化ということで、どこら辺がね、進化してきたのかっていうと、やっぱりこのブレーキシステムがより年月を経てですね、精度の高いブレーキシステムに変わってきたんじゃないかなということで、今回はですね、この軽カッタにはウィンドモード付きの IDC5 っていうですねブレーキシステムが搭載されております。じゃあちょっとね中の方開けていきたいと思いますが、どこから開ける、あ、これかな、ここにねクラッチのね下のところにこのレバーがついていて、今これを下にやったら横がパッカーンとね開きましたよ。で、お、ずれて、はい、 IDC5 ね、ここにね、内臓が隠れておりますが、これがね、フロロカーボン、ナイロン、ピーってね3つのモードがまずありましてね、ここでいじることができるね。まあ、ここでいじるところはこんなもんですかね。ここのカチャーンとやると内臓が開いてね、これで開いて、ここでフロロカーボン使うかナイロン使うか PE ラインを使うかをまずは選択ね。で閉めて開かないようにパッチョンと、ここロックして、で外側には1234W ってね、こう5つのモードがありますね。でシマノの公式のホームページとかを見ると、この1番はどんな感じのがいいよ、2番がどんな感じがいいよ、はたまた、W どうだっていうような感じのですね、説明書きがあるんで、まあ、ちょっと画面のどこかに今載せておきたいと思いますが、ここら辺を組み合わせて、であとメカニカルブレーキですね、ここら辺を組み合わせて快適な釣りが展開できるよっていうことみたいですね。でこの W っていうモードが
エクステンス DC とかに搭載されていたですね、あのビッグベイトモードに近いものなのかななんて見ていると感じていて、そのビッグベイトモードはブレーキを均等にね薄くかけることによって巨大なこう例えば風をはらんで霧もみ状になって失速したりしがちなビッグベイトとかを快適に投げれるよっていうモードがね前あったんですけども、そんなような感じで、まあ、強風の時とかに、まあ、ビッグベイトや大型のねルアーとか空気抵抗のでっかいルアーを投げる時に薄く多分ブレーキとか、あとはまあ抜群のタイミングでブレーキを効かせることによって多分トラブルが少なくなるようなモードではないかななんて思っていて、で自分だとあのこのローギアのシマノのベイトリールだとバンタムの PG ね、あれがねローギアで非常に快適に使えて、去年ね大きめのバスなんかもここぞっていう釣りではねバンタム活躍してくれたんですけども、やっぱりねあっちには DC ブレーキは搭載されていないんで、そのテンパった時ねによくトラブルをバックラッシュを起こしていたり、あとはねそのこれは絶対決めなきゃなんていうね、ビッグベイトのキャストの時にね風はらんでちょっとなんだろうミスキャストしてしまったりとかね、そういったところがあって普段使いね普通に使う分にはもう全然快適にね、バンタムで釣りができているんですけども、あれでやっていたローギアの巻物の釣り、それでさらにちょっとね大きめなルアーとかもより安心安全に投げれる、そんな時用にねちょっとね軽かった 200DC ねこっち巻きねこれ右巻き、これはねちょっと用途が被るかもしんないけど買ってもいいんじゃないかな欲しいんじゃないかななんて、考えてですね、結構ね高い買い物だったんですけどね、買って、おります。で、DC ブレーキの仕組みについてもですねシマノのホームページとか見るとですね分かりやすい図が、出ていまして、まあ普通の遠心力ブレーキだとふわーっとねこう滑らかな曲線、まあ常にそのブレーキが少しずつ効いてそれによってバックラッシュしないよっていうね、従来の遠心力ブレーキシステムがあると思うんですけども、この DC ブレーキに関してはビョイーンって投げて一番最初にボッてねこうラインが膨らみそうになる瞬間、あとは失速していくときにボッてねまたね、ラインがねスプールの回転が速すぎてこうバックラッシュになりそうになった時にブレーキをかけることによってピッピッてねこうね電子制御でブレーキをかけることによって快適な、ね、トラブルのないキャスティングができるよってこういったシステムだと思うんですけども、最初ね自分もねまあそうは言ってもって本当かなじゃないですけど なんだろうななんて思ってね、なかなか DC ブレーキついたリールって買ったことがなかったんですけども、実際にね一個ね海用の DC ブレーキ積んであるリール買って使ってみたところね、まあ快適なんですよね。決して全く絶対トラブルしないっていうわけではないんですけども、もう普段ね結構投げる時とかにバックラッシュどうしようってこう気にしながらキャストしていた場面でですね、そのそっちにあんまり集中力を使わなくて良くなったんですよね。もう投げた先のストラクチャーどんな感じかな、どう通そうかなってね、そっちの方にね集中力が割けるようになったってのがね非常に良くて、まあそれはね体に染み付ければ従来のねベイトリールでもこう指先が勝手にこうなんとなく薄くね指の腹当てたりとかねできてくるんですけども、DC ブレーキに関してはなんていうかねもう最初から慣れてくると普段ちょっと気を使っていたこうこっちのこういう微妙なね指ブレーキねこっちに集中力を割かないで済むんで、なんだろう投げた先とか次投げる場所について集中力をより働かせてもトラブらないね、そんな印象があってね、あこれいいもんだなって1台しか持ってなかったんですけどね、次 DC ブレーキが搭載されたリール何買おうかななんてね思ってはいたんですけども、今回ねこのタイミングで、軽かったねしかも
巻物に特化した感じっていうことで、結構ねジグとかああいうコンパクトな内物ってシルエットとか重心が安定してるからかね、従来使ってるねリールでも全然ストレスなくね、DC ブレーキ積んでいないものでも結構ね気持ちよく投げれているんですけども、結構こういう巻物用のリールで投げるねルアーっていうとリップがついていたりとか、ボディは大きいけども中のね重心がこう散って、まあ、ビッグベイトとかですね、こうバイン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 って飛んでいくような、そういったルアーなんかを巻物で投げること多いかななんていう時にこのね DC ブレーキの力を借りてより安定したキャストができたらいいななんて思ってですね、選んでおります。はい、ではね、マグナムライトスプールね第2世代のものということですけども、それね取り出してちょっと見ていきたいと思います。まずはさっきねブレーキのところでいじったこれね、ここの部分をカチッと下にやって開く。でここにねこの部品があって、この線とこの上の線をこう合わせるとこのブレーキ、あ取れた取れた、はいね、これでこれ落とすと大変だよな。ブレーキユニットが外れましたね。はい、中が見ることできるのでこれねちょっとじゃあ出してみたいと思いますよ。はいね、この横にブランキングの穴が開いているね、やっぱり第2世代のねマグナムライトスプールですね、でカルカッタコンクエストのこのスプールは 38mm スプールっていうことですね、で前回ね15カルカッタの時は200番サイズだと外径がね 40mm っていうことだったので、今回は 38mm っていうことで、前の15カルカッタコンクエスト200番っていうのはちょっとね大きめなルアーを投げるのに非常に特化した、まあそっちに強いよっていうイメージ印象だとしたら、ね、今回のカルカッタ 200DC はですね 38mm にしたっていうことで、もう少し前のよりもいろんなルアーとかね投げやすいようにトッピング味付けされたスプールが搭載されているんではないかななんていうふうに思います。でまあこれにもね機能がついておりまして、 S3D スプールということで、まあ切削方法やバランスなど全面的に見直すことによって非常にねレスポンスのいいマグナムライトスプールを生かすスプールになっている、ガタつきのないスプールっていうことですね。こういった技術が入っています。それとね、サイレントチューンということでこうベアリングの機構なんですけども、ここにですねオーリングとかを適所に入れることによってシャフトとフレームの密着度をね高めてこうガタつきをなくす、実際にこう店頭なんかでこれリール持ってみてクリクリ回すとねなんとなくそれだけで感じれるんですけども、本当にねなんかねガタつきのないヌルヌルとしたね独特な巻き心地っていうのはそういった、サイレントチューンとかが、作用しているのかなっていうことで、まあこうベアリングがね隠されておりますが、まあそういったところで、こうガタつきのないねカルカッタ独特のね、巻き心地が実現できているのかなということで、あとはね、マイクロモジュールギアですよね、それはまあこのね中の方に入ってるんでちょっとね今回見ることできないんですけども、非常にこう刃面が細かくて多いですね、独特なですね細かいギア同士が噛み合うことによってこのシマノ独特のヌルヌルとしたね、巻き心地が実現できているっていうことで、でこれはカルカッタからね19から出た、技術というわけではないんですけども、鋼ボディっていうことですよね。こう冷感鍛造によって強力に合成感のあるですね、シマノ独特なこの鋼ボディがね、ついてくるよっていうことで、まあ、ここら辺もカルカッタのポイントの一つではないんでしょうか。じゃあねちょっとこれはねスプールとか落とすとね大変なことになるんでしまっておきます。これどうつけんだこれな、ここにこうミッキーマウスみたいな穴があるかな、
でブレーキユニットをはめて、でこれでここ戻るかな、これで大丈夫か。まあちょっとね、以前のリールとかに比べると本当もう精密機械っていう感じですからね。でここの筋を戻してはめてカチッとやればね、元通りこんな感じですね。その他の機能を見ていくと、エキサイティングドラグサウンド、これにもね搭載されているっていうことで、軽かったのね BFS なんかにもついていたんですけどね、こうどうだろう、ドラグ緩めて、どうだろう、こうね音が出てるの、これねエキサイティングドラグサウンドっていうことで、魚をねでかいの魚かけてドラグ聞かしたらね、これがエキサイティングドラグサウンドの音だなんてね、お伝えできればななんて思いますけども、以前買ったね BFS よりこうボディが、ね、大きくなっているはずなんで、より甲高いかっこいい音が鳴るんじゃないかななんていうのもね、期待しております。でスーパーフリースプールも搭載されてますね。こうベアリングね2個あって、そのベアリングだけがシャフトを支持することによって回転ね、スプールのこう回転レスポンスを高めていくよっていう、こうクラッチフリーにして投げるときはこのベアリングだけがシャフトと触れているので、非常にスパーッと飛んでいくよって、こういった機能だと思います。まああとは X シップであるとか SRRB っていうことで、サビを寄せ付けないですね、高性能ベアリング、さっきねこの奥の方にありましたけども搭載されているっていうことで、サビに強いってことで、一応ねこれね海水での使用が OK なリールということです。まあね、言ってもね海で使うとね、やっぱねどんなに気をつけていても結構潮の影響っていうのは出てくると思うので、まあしばらくね、しばらくの間はあの淡水のブラックバスでね、使い込んで、そんでまあまた新しいリール買ったりとかね、これあんまり使わなくなってきたら、海の方にもね下ろしていこうかななんていうふうに思うんですけども、しばらくはね、淡水で大きめのルアーを投げるのに、使っていこうかななんていうふうに考えております。まあねこんな感じの軽かったコンクエスト 200DC なんですけども、ちょっと前にね買った軽かったシリーズの兄弟だとこれね、軽かったコンクエストの BFS ね、これを自分は軽かったシリーズ新品で買ったのだと最後だったと思うんですけども、まあ、こんな感じでね、これもねだいぶねベイトフィネス機っていうことで、コンパクトで握り込みやすいリールなんですけども、軽かったねこれ200って言ってもだいぶね、これも技術だと思うんですけども、ほとんど変わんないですよね。これ多分ねボディ確か100番台のボディだったと思うんですけども、200番だからちょっとでかいかななんて以前だと躊躇していたのが、まあね200番だけど本当ねこっちの握り込みの方コンパクトっぽいんですよね。このね実際店頭でこうやってみても、 あれ200番でこれっていう、自分ねだいぶ手小さい方なんですけども、ギュッと握り込めちゃうっていうね、この最近の200番台のねこのコンパクトな握り込みね、このコンパクトさが好きで、昔はあの50番台の軽かったよーく使っていたんですけども、もうねいけちゃうなっていう、自分みたいな手小さい族でも。ちなみにちなみにこれね、最初の頃の軽かったコンクエストですけども、だいぶやっぱねこうどうだろう、わかるかな、印象としてはね、これね、あごめんなさい、これは100番ですね、これ100番、だから200番ってもうちょっとね、なんだろう、印象としては大きいイメージだったんですけども、この100番よりもさらにこうねコンパクトになってる。もうねこのまあ軽かった BFS と比べると、まあちょっとだけ気持ち大きいんですけども、これが以前の100番同士のボディだとすると、だいぶね握り込みに関してはね
小さくなってきたのかななんていう風に思って、でまあ最近ねこれ BFS あんまり使ってないじゃないなんてね、あの動画よく見ていただいてる方だと思うかもしれないんですけども、これねすごい快適なんですけども、やっぱりねベイトフィネススプールだからちょっとね自分の使いたい糸がねあんまり多く巻けないんですよね。ちょっと太めの糸入れるとスプールの巻き量がちょっと物足りないかなってね、細めの P ラインですとか比較的細めの、ね、フロロカーボンとか巻いて使うのには快適なんで、まあ要所要所ではねもちろんねギヤキとかもお気に入りなんで使っているんですけども、これとそこまでボディのね大きさがめちゃくちゃ変わらないけど、このね 38mm で比較的深溝のスプールのね、まあ、16ポンドとか20ポンドとかがっつり巻けるよっていうね、この仕様のリールはな欲しいなと思ってね、こんな感じでまたカルカッタが増えていっちゃうわけなんですね。またねどんなカルカッタ持ってるかっていうのはそれはそれでね、そのうちまたご紹介しますけども、とにかくね今回はこれね新しく買った、カルカッタコンクエスト 200DC っていうことなんで、機能面ではだいたい今説明したような感じのところがね今回の、売りになってくるんじゃないかななんていうふうに思います。まあね開封動画っていうことでちょっと今ね忙しい時期でなかなかバス釣り、実際の釣りの方に行けてないんですけどね、もう次釣り行くときは早速これにですね気に入りの糸を入れ込んで、そんでもってねなんかね、投げてこようかななんていうふうに思います。このね DC 独特のねキャスト音なんかも気になりますので、なるべく早く釣り場に持っていけるように、頑張りたいと思います。それではね最後にフィッシングショーで今年ほんと奇跡的にですね田辺則夫さんにいろいろとこの 200DC について聞くことができた動画があるので、それをねまとめとしてですね見ていただいて、今日は終わりたいと思います。いや今回さ、はい、まあ前の 200DC をはるかに超えてきたのは、俺ずっともう09モデルの DC をコンクの DC 使ってるから現役でもう余裕で比べられるし、この新しいの持って前のも持って同じ竿に同じルアーとかやったりしてたからテストで、明らかに全部が超えてきたのと、一番ねみんなにおすすめなのはルアーの幅が広がった、軽いの投げれるように8分の3オンスのスピナーベイトとかいけちゃうんだよ、はい、今までの200だとやっぱ上ずっちゃった投げた時に、あだけどスプール軽くなってるし、はい、全体のバランス変わってるし、はい、なんかよく飛んじゃうんだよ、もうビシュッていう低弾道で、はい、ってことはしかもちっちゃくなってる、もうね本当はね、旧モデル並べてね、こう並べたいぐらいなんで、かなり小さくなって、もう今までの100サイズですよ、これ200なんだけど、はい、200じゃん、もう100サイズなの、こっち側が横のデザインもかなりなんか新しい感じ、そうそう、そうそう、それで、まあブレーキシステムこれここにあるんだけど、はい、あと中に3段階あるから、はい、でこれでマグナムクランクとか田辺さんが投げるときはどういう設定で試して、俺はマグナム投げてるときは、はい、でもマグナムでもやっぱり3か4、3だな大体、それで中を俺は糸少なく巻いてるんで、はい、プロロなんだけど、何ポンド何メートルぐらいで今14ポンドか16かどっちかなんだ、はい、やる場所によって、はい、深く入れたいときは14使って、はい、通常が16でやるんだけど、はいはい、でも俺多分8割ぐらいしか巻かない、はい、だそんなにだって長くいっぱいいらないんだ、うん、でこれちょっとキャストで立ち木のところに、うん、やったり、いや琵琶湖で使ってもうフルキャストするんでも、はい、マックススクールで巻かない、前のが50だ、はい、でこれ48なんだけど、48のギアでもマックスで巻かないで巻くぐらいがちょうどいいぐらい、だみんなが思ってるより俺はローギアを使いこなす、やっぱ細かい操作が、はい、なんかにぶつかった時にヒュッてこんな感じで、あ今超えてる、あ超えてる、あ超えてるとか、こういう巻き方するから、もうそういう次元に入ってくると、はい、逆
冷やひた貝と釣れねえんだよ魚が。結構やっぱり好きなプロの人によってこのでもハイギアがいいっていう。いやもう俺の中で論外、はい、誰が何つって もう俺はもう何十年も巻き続けてきた結論だから、はいはい、もう間違いないよ。全然釣れ方が違う魚の。バスだよ俺が言ってるのは。バスだから魚はバス、はい、その時にやっぱ障害物をちゃんと絡ませながらとか、はい、ね、ラインスラックを入れながら巻いてくるような釣りをやるにはローギアじゃ釣れない。しかも俺はさらにローギアに するので、はい、スプールを、はい、糸巻き量をマックスで巻かない。これが肝なんですよ、うん、だから中のセッティングも、はい、俺はこの中にね、はい、ほら、はい、F、N、T とかあるじゃん、はい、これなんか余裕で N 設定にしちゃう。これだから、はい、俺の中ではナイロンセッティングじゃないんだよ。はい、クロロなのに N 設定なの、はい、なんでかっていうとスプールマックスで巻かないから、そう重さ的に N 設定のが飛ぶんだよ。で、そっちかないとわからなかった。わかんない、わかんない、絶対わかんないと思う。その辺はだから本来であれば別にみんながわかりやすいように F とか N とか P とか書いてあるけど、はい、もう自分の使う糸巻き量とか使う糸によっても重さも違うじゃん。それで合わすべきなんですとね。中で合わせて、しかも外でこんだけ5段階あるから、はいはい、3、5、15段階だから、はい、結構もう最高のセッティングが出る、うん、結構自分は関東でダム湖とかでボール上げたりしてるんですけども、ここから3月ぐらいをめどにどういう展開でこれやっとけよっていうのがあったらぜひ今年の俺はこういう感じで行くよってのいただければ。いや俺は雨が降るまで無理だ俺には、うん、今カラッカラですもんね、うん、クリアすぎて通用しない俺の釣りが。だから一雨来れば、はい、うん、もういつも通りだよ。大丈夫ですよ。マグナムだろうがジャックベッドだろうが、はい、釣れますから。で、古城ではこれを握っている田辺さんに会えるかもしれない。いやだから今回ジャックベッドとかも110サイズこれで投げれるよ余裕で。だって8分の3オンスのスピナーベッド投げれてんだから、はい、だからただ巻き1、ただ巻きなんか全然平気、はい、全然ちょうどいい。ビッグスプーンなんかもそのまんまいけちゃう。いやビッグスプーンは俺はハイギアモデル使う。 あくまでも巻く釣りはこういうしっとりして、うん、メタルはやっぱ上で当たるから、あーホールで、はい、こっから合わせ込むから、はい、ギア高くする俺は。あの釣りの場合って今現行のシマノだと田辺さんって何使うんですかね。メタの、はい、あの XG、 あ、もうハイギアのハイギアで、ね、そう、はい、うん、が一番多いかな。あとあれでもう あのバンタムでも使えるしさ。じゃあ横で巻く釣りに関してはもうこれが間違いない。そう、あとこのアンタレス PCMD でも使えるしさ、はい、これもハイギアだから、はい、だからなんで見たいハイギアなら。だって落とすだけだから、はい、うん、あマグナムはね、はい、マグナムスプーンはね、はい、とかメタルとかは、はい、だからちゃんと投げて巻くようなのはこれで。ありがとうございますということです。すいません、ありがとうございました。はい、はい、あーもうねちょっとねこのシーンがあったからだよな。ここのフィッシングショー行ってほんとたまたまなんですけどね、田辺のりおさんがいらっしゃって 200DC どうなんですかなんて聞いた瞬間からねちょっと買っちゃうねえ、なんかスイッチが入っちゃってたのかもしれないな。いやあんたら使おうかね、いやスコーピオンの赤かっこいいよなとかね、すごいねずっと考えてたんですけどね。釣り具屋さんでまあでこれの本当はね左巻きね右巻きはバンタムあるから左巻き出たら買おうなんてねなんとなく思ってたんですけども、左巻きに関しては5月ぐらいの出荷って書いてあったんでね、あー我慢できなかったですね、右巻きで若干、バンタムと使用用途がかぶりそうなんですが、飛びついてしまいました。というわけで本日の釣り子 TV は、新しく出たですね2019ニュー、ね、シマノのカルカッタコンクエスト DC200 これを買ってきたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。